統計検定って何？統計検定とは、統計学の基礎知識や解析能力を測定するための資格試験のことです。統計学は、データ分析や科学的研究の必須ツールであり、ビジネスや社会科学、医療など多くの分野で役立っています。統計検定は、そのような分野で統計的な知識を持つ人材を認定することを目的としています。統計検定は、基礎的な知識から応用的な解析まで幅広いレベルに対応した資格試験が用意されており、統計学に興味がある方にはぜひ受験してみてはいかがでしょうか。統計検定には4つのレベルがあり、それぞれに難易度や対象とする知識範囲が異なります。最初のレベルは統計検定4級で、統計学の基本的な知識や用語を理解していることが必要です。次に統計検定3級は、4級よりも応用的な知識や手法を求められます。さらに難易度が高い統計検定2級や統計検定1級では、より高度な統計学の知識や数学的な応用力が必要とされます。統計検定は、専門職や統計分析に携わる人だけでなく、ビジネスや医療、社会科学などの分野でも必要とされる知識であるため、広く受験されています。また、統計検定の取得によって、自己のスキルアップや就職転職に役立つことが期待されています。統計検定の合格率は、高度なレベルになるにつれて低下しますが、合格することで統計学の知識を有することが証明されるため、受験に挑戦する価値があると言えます。CDI キャリアスクールは、オデッセイの認定試験会場です。統計検定もネット受験できます。